島カープが入っております。そしてセンターには今日中日ドラゴンズの田尾、ライトが中日ドラゴンズのその興奮してするわけなんですね、まあ、しかしこういう興奮してもこういう速い球を持ってるピッチャーっていうのは有利ですね、はい、でもちょっとオールスター前あたりから頼もしくなりましたね。そうですか、まあの負けてるっていうよりもね、彼の投げてからの、はい、負け星を少なくしたゲームはありますから、ね、負けるようなことがありますと球団新記録の6連敗、パシックリーグ6連勝新記録であります。詰まりました。矢沢です。元気よく一塁のベースに入ります。疲労しとるというそういう感じするんですよね。あ、そうですか。従来のオールスターといえばね、なんか顔見せ的なね、雑談交わしてるというそういう状況があったと思うんですけどね、はい、今度の場合はね、であのプレーしてるのに現れてると思うんですよね。あ、そうですか。これも速い球ですが優に140キロは超えており、第1戦の MVP に輝きましたミーボックスのミノダ。あ、落ちる球引っかかり。そして目下三冠王です。ワンボールナッシングからの2球目です。まあ、西本さん、このマウンド上の、いや、バッターボックスのブーマーの三冠王の可能性ってのはいかがですか。そうですね、かなり高いと思いますね。かなり高い。ホームランと言いますと門田もいますしね。そうですね、かなり熾烈な争いになることは間違いないでしょうね。そうなんですね。それとはまあして、どうせ取られるなら、日本人にというね、はい、そういう意識が働いてですね、勝ってスペンサーがね、ひどい敬遠にあったことがあるんですけどね、バッター逆さまに持って入ったことありましたね。センターへ、大きいぞ、入ったか、入りました。ホームラン、第2戦に続きましてのホームランであります。ブーマー、センターバックスクリーンの右側、恐るべき怪力であります。風は逆です。まず山内さんにお伺いしましょうか。今してもブーマーのすごいホームランが飛び出しまして、パシックリングの方が先手を取っております。バッターボックスは近鉄の栗橋です。ジャイアンツの篠塚、ドラゴンズの矢沢、2試合連続ホームランを打っております。まあとにかくバッターボックスには石毛です。当たっております。もうすでにブルペンで投げ込みを始めております江川、それからその後は梶間、遠藤。オールスター第1戦での活躍は西本さん見事だったですね。そうですね、今度のオールスターではこの人はなんか掴むものを掴んだというそういう感じですよね、はい。1失点で山内の方は、2回投げてヒット1本だけ、結果的にはこれ山内の方に、まあ、西本さん言われたようにリーチありますし、踏み込みが素晴らしいですね。そうですね、矢沢が追っています。上空ちょっと風がありませんので、夏場のスタミナということが西本さん盛んに言われてるんですが、やはり梅雨時あたりになりますと、まあ、へばりというものを感じないかと思うんですけれどもね、しかしそれだけに一生懸命やってるからですね、はい、へばるんでしょうね。ショートナイスプレー高橋よしこでやります。